メンダインの挿絵広告。1908年仙台メンジネは、イギリスの万能接着剤の商品名、ブランド名、20世紀前半に販売され、日本にも輸入された。日本では、セメダインの商品名、社名の由来の一つであるとの説で知られている。メンジネの営利広告。1919年イギリスメンジネの発音は、イングランドでは、メンデネ、スコットランドでは、 メンドイン。英語で、メンドは、修繕という意味である。成分は、リキッドスコッチグルー。スコッチグルーという語は、一般辞書には載っていないが、動物のひづめ、角、比較から得たに皮のことであるから、リキッドスコッチグルーは、液状に皮という意味。1905年までに、家庭用のチューブ入り品を発売。チューブは、鈴製。 チューブ入り品を薬局にも売り込んだのは、後のセメダインと同様の販売手法である。キャッチコピーは、メンズエブリシング、体質性を特徴として歌っている。当時イギリスでは、1886年に発売された、セカティンを、はじめいろいろな万能接着剤が出回り、メンジネもその一つであった。メンジネのチューブ単価は、セカティンの2、3から半分程度だった。 1918年までに強度が2品種となり、各々の成分の違いは不規則だが、どちらもリキッド・スコッチ・グルー、メンジネ関係では、たくさんの称号が登場する。経営母体も何度か変わっている。まず、フランシス・ウッド・クーンブというものが、フィッシュ・グルーの安価な代用品として1894年に開発した。例えば競合、セカティンが漁港製である。 クーン部の開発品がメンジネの商品名で販売開始されたのが1902年頃だという。クーン部は1894年にメンジネを開発して WB ・クーパー・コールズというものに供給したと言っている。イギリスでのメンジネの商標登録は1902年。登録者名はフレデリック・ヘルマン。1903年にメンジネ・カンパニー・リミテッドが会社登記される。 経営社名は不明。メンジネをイギリス国内で広告、販売し、輸出も行った。メンジネカンパニーリミテッドは1905年に解散。クーパーコールズは1906年時点では、メンジネマニュファクチャリングカンパニーという称号を称している。引き続き1906年にメンジネリミテッドが会社登記された。経営社名は不明。 設立趣旨は WB クーパーコールズがメンジネマニュファクチャリングカンパニーとして行っていた事業の継承及びセメント製造等の事業所在地も WB クーパーコールズの所在地のままである1907年にコールエッサテンホトマウンテントという写真用の金属チューブ入り接着剤を発売リキッドスコッチグルーも継続して販売 しかしメンジネ・リミテッドは1911年に倒産した。ウィリアム・バーイン・クーパー・コールズすなわち、WB ・クーパー・コールズは19世紀のイギリス海軍士官クーパー・フィップス・コールズの息子。クーパー・フィップス・コールズは軍艦用の回転砲塔を設計した発明家でもあったが、1870年に自分の設計した軍艦の航海に乗船中、船が 天覆沈没して死者480名の大惨事となり、クーパーも死亡。WB はまだ幼少の頃であった。クーパー、フィップス・コールズの子孫は、クーパー・コールズ生を名乗り、息子のうち WB ら4人は、金属工業関連の発明家や事業家となって1894年のザ・クーパー、コールズ・ガルバナイシング・シンジケート社など、たくさんの会社を起こした。 しかし1910年頃から会社は次々と倒産し WB は行方をくらました WB を含めて兄弟3人が個人破産 WB は妻取と共にアルゼンチンに移住したメンジネの発売から1911年までの間現役製造とチューブ詰め製造は各々誰が担当していたのか曖昧であるクーパー・コールズの称号にマニファクチャリングという 文言が見られる。一方、クーン部は、フランス・ワージー・リグビー・デュドニーというものと、共同経営で、ザ・ドシブス・サプライ・カンパニーという称号で、接着剤製造をしていた。この称号は1907年頃から使われ、紙類製造販売業者であった、W.R. デュドニーの所在地内にあった。1910年に共同経営は解消して、クーン部単独の事業となった。 クーン部は1908年以降のメンジネの生産本数を把握していることから少なくも1908年以降にはチューブ詰め製造にまで関与している。クーン部は1911年までは販売には感知していなかった。1911年のメンジネリミテッド倒産宣言会議にはクーン部も臨席していた。クーン部はメンジネの証券と商標券も譲り受けて以後は 軍部が製造・販売を行った。広告の再開、競合面ドイットへの商標侵害警告や、アメリカでの商標登録などの策を打つ。1912年頃の年間製造数は、チューブ150万本。営業上は、メンジネカンパニー及びアドシブスサプライカンパニーを称していたが、実態としては1911年から1919 19年の間は、 クーンブが個人で営業していた。クーンブは1913年に競合会社を提訴するが、これも原告はクーンブ個人である。1914年から1918年まで第一次世界大戦があり、メンジネはイギリス軍へも飛行機用として納入された。大戦終了後の1919 19年になってクーンブは、カイ w クーンブリミテッド。 という会社を起こした。これ以降の広告では、メンジネカンパニー、ソウルプリプライアター会、W、クーンブ、リミテッドといった記載になった。会、W、クーンブ、リミテッド社は1947年に他社と合併して、メンジネプロダクツリミテッドへ、社名変更。さらに、同1947年に、LJ リッカーズという会社に買収されたが事業は、 メンジネプロダクツの称号で継続。1955年にチューブ容器と箱を在庫処分している。その LJ リッカーズ社は1968年にスイス企業シバー・ヘグナーに買収されて1984年にシバー・ヘグナー・ UK ケリミテッドに社名変更。親会社シバー・ヘグナーが合併により DKSH になったのに伴い、 シバー・ヘグナー・ユーケリミテッドは2004年に DKSH グレート、ブリテンリミテッドに社名変更。2005年時点でも設立当時から使用していた接着剤原料であるカゼインをイギリスの接着剤メーカー複数社に卸している。DKSH グレートブリテンは創立1904年と称しているが、これが1903年当期のメンジネカンパニー。 リミテッドを指しているとすれば、両者の間に法人としての継続性はない。なお、シーベル・ヘグナーは1865年に横浜で設立された日本の企業、シーベル・ブレンワルド商会が1932年にスイスに移転した日本起源の企業である。イギリスの登録商標は LJ リッカーズ &CEO が保持していたが2000年に失効。アメリカでも空運部が メンジネの商標登録を1913年に、したが1938年時点の広告にアメリカ支店、販売店の記載はない。アメリカでの商標登録は2005年までに失効。イギリスでも互いに類似した商品名のチューブ入り接着剤が出回った。1903年にはセカティンの販売元がサキュアリンの販売元を商標侵害で訴えて勝訴した。 1905年か1906年にルインソン &CO からメンドイットという商品名のチューブ入り接着剤が発売された。こちらも会社関係が複雑である。1908年にメンドイットの事業は別の経営者ライトとホーロウェイによるマナードラックカンパニーに譲渡され年間150万本を販売。さらに1911年には 同じライトとホーロウェイが設立したメンデット LD に移される。1906年に当時のメンジネの販売元クーパーコールズがルインソン &CO に対するメンデットの差し止めを請求。メンドイット側もメンジネ側に何らかの通告をした上で販売を継続。1911年にメンジネの販売元はクーン部にメンドイットの販売元もメンデット LD。 にそれぞれ変わり、1913年に、クーン部がメンデと LD に対して、商標侵害の訴訟を起こしたが敗訴している。この件よりだいぶ後の1922年に、メンド IT の縦型のロゴデザインが、商標登録されている。後に、メンデネ、メンデホルなどの商品名の接着剤も出回った。日本へは、クーパーコールズやクーン部の会社が直接、進出したのではなく、 代理店等がメンジネを輸入した。少なくとも1908年までには日本で販売されており、この時の輸入元は東京グロース紹介。以後1930年代まで販売されており、輸入元は複数社、小売店も多数あった。日本で商標登録されているとの広告がある。だいぶ後のイギリスでのメンジネ CO の広告に日本における正規代理店は、 G ブランドル &CO リミテッド横浜市所箱14号とある。同名の G ブランデル商会という輸出入賞が横浜参四41番地にあった。過去の輸入者が G ブランデル商会を経由していたかどうかは不明。接着力は強力で便利だが、高価なのが難点との声が多かった。イギリスではメンジネガセカティンの安価な代替品だったのとは、 対照的である。価格は1909年時点で、チューブ、コスガイジュ25銭。1912年当時のかけそば1杯が3銭なので、メンダインは、郵送料の12倍、かけそばの8倍も高かった。日本でのキャッチコピーは、ウイル・イフェック・チリー・スティック・エブリシングで、イギリスとは異なる。後に、セメダインの創業者となった、今村善次郎は、当初、 メンダインを販売していた。メンダインなどの輸入品を模倣して自社開発したチューブ入り接着剤がセメダインである。メンダインがセメダインの商品名の由来の一つだという説もあり、たびたび引用される。セメダインは商品名を薄来品風に英語表示しており、キャッチコピーもメンジネと同じ。セマディインの他にも英味道のストロングメンダーグルー。 ストロングメンダーという商品名の接着剤もあった。日本ではメンダインが一般名化した。メンダイン製造法と称する記事が書かれた書籍もあったが、片栗粉、希少酸、水、グリセリンを練ったもので、ニカワ系とは成分が全く異なる。接着剤、あるいはセメダインのことをセメンダインと呼気することが戦後まで続いているの略称。 日本で2020年にメンジネの現物がセメダイン B 号の現物と共に再発見された。日本での輸入元であった東京グロース商会へ、販売店が陶器をメンダインで修理したが、水や湯で剥がれたという趣旨で問い合わせたところ、3から4日乾燥してからなら大丈夫という趣旨の回答だったという。接着力の試験例、メンジネは強度グレードが二品種あるが、 どちらを使用したのかは不記載。接着力の耐水性主権例。メンジュネは強度グレードが2品種あるが、どちらを使用したのかは不記載。ありがとうございます。